私は車が好きで、普段は車移動ばかりしている。電車で30分ぐらいのところに有名な観光地があるんだけど、駐車場代が高いし、近いといつでも行けると思ってあんまり行ったことがなかった。数年前に結婚した義弟嫁、夫と義弟は年齢が少し開いているが仕事を辞めて、平日暇なのでその観光地へお散歩しに行こうという話になった。で、待ち合わせてランチ、お散歩、お茶したんだけど、私にとっては何もかも高かった。ランチ1000円、ケーキとお茶で1200円ぐらい。しかも、義弟嫁、元の会社でお世話になった人にって、1000円以上する石鹸を買ってて、私夫と義弟との格差に愕然としてしまい、気分が悪くなってしまった。義弟嫁も、私の様子がおかしいのに気づいて、帰りの電車でグリーン車にしますか？って、今でさえこんなに差があるのに、これから先はどうなるんだろうとか考えてしまい、本当にもうショックすぎて2日寝込んでしまった。夫は食中毒か？って心配してきたんだけど、ちゃんと本当のことを話した。でも夫は信じなかった。本当は寝込むぐらい何かされたか言われたかしたんだろうって。私が寝込んでる間に義弟家に行って義弟嫁を問い詰め、何もしてないと言い張る義弟嫁と、普段の言動から私を嫌ってるように見えないという義弟を連れ、義実家まで行って、義妹と近所に住んでる義重氏まで呼び出して、妻は本当はいじめられてるんじゃないか、みんな何か知らないか、普段の義弟嫁の言動から何かおかしいと思ったことはないかと大騒ぎしたらしい。もちろんみんな否定。義弟嫁はすごくいい人だもん。逆に、夫がどんな経済力視点だと責められる始末だったらしい。あれから2ヶ月経つけど、義両親がご飯に呼んでくれることもないし、義弟夫婦がうちの子のためにいろいろしてくれることもなくなった。みんなよそよそしいし、家計もますます苦しくなるし、子供はお金のことばっかり気にしてるし、お金持ちとお出かけなんかしなきゃよかった。私の悲願だと思う。